お前がどれだけなまってるか見てやろう。思いっきり来なさい。おかえり。しんど。引き手だけは以前より強烈。筋トレばっかりやってたな。やば。いっそ。焦ってとりあえず手を出したって感じだったな。相手してやるからもっと帰ってこい。言ってたのはどこの誰だったかな。そんな奴がいたのか。悪い奴だな。柔道なのになんで袴履いてんの。かっこいいだろ。俺のはないよ。羨ましいか。くそ。いいな。お前が10回投げられるまでに俺を投げられなかったらお前の彼女のことを聞かせてもらうからな。だから彼女じゃねえって。あいつだって俺を先輩として信頼してくれてるから。ダメじゃない、バカだらか。なんとなく想像ついたが、これはほっとけんな。さあもう一本。ご飯前に何やってんの。たくも今日のところはこれで勘弁してやろう。ててはあ、一緒に入ってもいいかな。新一パパと久しぶりに。誰がパパだ。